もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。急に写し目を取り、今の写真を送るねと連絡先を聞き出そうとする。強引すぎて男性も苦笑してました。20代女性と連絡先を交換できる有効な手段でも、タイミングを間違えると相手を幻滅させる可能性が。全員で記念写真を撮り、みんなに送るねと言えば、意中の彼の連絡先も自然にゲットできるでしょう。6、女友達が狙っている男性にまで連絡先を聞く、節操がなさすぎ。20代女性と、誰彼構わずメルアドを交換しようとすると焦りすぎと思われるようです。次回から合コンに呼んでもらえない可能性もあるので、どの人がタイプ？などとこっそり聞くなど、他の女性の気持ちを踏まえて連絡先を交換した方がいいでしょう。7、無理やり、男性のスマホを奪い、自分の連絡先を打ち込む。しかも、名前にハートマークを入れてて苦笑い。20代女性など、男性の気持ちを無視して、自分の連絡先を押し付ける女性に、待った。が出ました。逆に、私のスマホに連絡先打ち込んでよと、いたずらっぽくお願いすれば、男性をドキドキさせることができるかもしれません。8、突然、LINE のグループ作ったから、みんな入って。と強制する。唐突すぎて全員ポカーンとした。苦笑。20代女性と連絡先を交換したいがあまり力技に出ると場が静まり返ってしまうようです。このメンバーでキャンプしようよなどと提案して盛り上がれば、自然に LINE のグループを作ることができるでしょう。9、こっそり目当ての男性のカバンに連絡先を書いたメモを入れる。勝手に他人のカバンを開けるとか、マナーが悪すぎ。20代女性というように、失礼な連絡先の渡し方をすると痛い人認定されることも。みんなに見えないよう机の下で連絡先を書いたメモを手渡した方が男性をドキッとさせられるでしょう。